EDT, DE, DT とは、ダイクローロデイフェナルトライクローロエッセン、ジクロロジフェニルトリクロロエタンの略であり、かつて使われていた、有機塩素系の殺虫剤、農薬である。日本では1971年、昭和46年5月に、農薬登録が失効した。なお、蒸気の名称は、科学的には正確ではなく、4、4ビースが正確な名称である。 DDT の構造中で、トリクロロメチル元が、ジクロロメチル元となったものを、ジクロロジフェニルジクロロエタン、トリプル D という。1873年に、オーストリアの科学者によって、初めて合成された。それから長きにわたって放置されてきたが、1939年に、スイスの科学者にして、外技医者の技師、パウル・ヘルマン・ミュラーによって、殺虫効果が発見された。 彼はこの功績によって1948年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、第二次世界大戦によって日本の女中肉の供給が途絶えたアメリカによって実用化された。非常に安価に大量生産ができる上に少量で効果があり、人や家畜に無害であるように見えたため爆発的に広まった。アメリカ軍は1944年9月から10月の ペリリューの戦いで、戦死体や排泄物に湧く排退時のために、DDT を初めて戦場に散布した。だが激戦のペリリュー島では、死体が多すぎ、効果は限定的だった。日本では、戦争直後の衛生状況の悪い時代、アメリカ軍が持ち込んだ DDT による、シラミなどの防疫対策として、初めて用いられた。外地からの引き上げ者や、一般の児童の頭髪に、 粉状の薬剤を浴びせる防除風景はニュース映画として配給された。また、米軍機から市街地に空中散布することもあった。衛生状態が改善した後は農業用の殺虫剤として利用された。日本では1945年10月に京都大学工学部科学科の宍戸教授の手によって実験室での合成には成功していたが、 工業適合性は難しかった。製造特許を持つ外技医者は製品の海外輸出を禁じていた。戦後アメリカから日本に輸出されたものは連合国軍最高司令官総司令部からの援助として特別に許されたものであった。そのため日本の農薬会社の関心は次第に BHC ベンゼンヘキサクロリドに向けられていったのである。2007年現在で 主に製造している国は中国とインドで主に発展途上国に輸出されマラリア対策に使われている農薬としても一部では使用されており残留農薬となった DDT が問題になることもある DDT の分解物の DDA は科学的に非常に安定しており分解しにくく環境中に長く止まり影響を与える可能性がありまた食物連鎖を通じて 生体の欧しくされることが分かった。クロロベンゼンとクロラールを酸性条件下で加熱することによって製造される。アメリカの野生ワニなどで環境ホルモン作用が疑われた。このため現在日本国内において製造、使用が禁止されているが一部の発展途上国においてはマラリア予防のために使用されている。化学物質としての危険性については 1962年に出版されたレイチェル・カーソンの沈黙の春により取り上げられ認識が広まった。現在でも危険性の高さを印象付ける名称としてプロレスの技、DDT 参照、グループ名、諸団体の名称などに当て字で使われることが多い。またソフトウェアのバグ、虫退治の意で CPM のデバッガーに DDT、COM というものがある。 一時期、極めて危険な発言物質であると評価されたため、各国で使用が禁止された。現在、国際癌研究機関発言性評価では、グループ2バイトの人に対して発言性があるかもしれない物質に分、されている。戦術の通り、DDT は発言性があるとされ、また環境ホルモンとして機能することが判明したため、世界各国で全面的に使用が禁止されたが、 経済的にも工業的にも弱体である発展途上国では DDT に代わる殺虫剤を調達することは困難であり DDT 散布によって一旦は激減したマラリア患者が DDT 禁止以降は再び激増した例えばスリランカでは1948年から1962年まで DDT の定期散布を行い それまで年間250万を数えたマラリア患者の数を31人にまで激減させることに成功していたが DDT 禁止後にはわずか5年足らずで年間250万に逆戻りしている。しかし実際のスリランカ政府は1963年の時点でマラリアがほとんど撲滅されたと判断し予算節約のため DDT 散布を中止したのであって 米国初の DDT 禁止運動とは無関係だったし、スリランカでは DDT 散布が禁止されていなかった。ところが、予算節約のために DDT 散布を中止した結果、1968年と1969年、第一四半期にはマラリアはレーレーレにぶり返してしまった。事態を重く見たスリランカ政府は DDT を再度使用するが、 この時すでに DDT 禁止論者によって指摘された通りに現地の蚊が DDT 体制を獲得しており DDT を散布しても会がなく再びマラリアが激増してしまったスリランカ政府が DDT の代わりにマラチオンを散布することでスリランカのマラリアは1990年から1993年に28万人から32万人台へ 1994年から2000年に14万人から27万人だいえ、2001年に66,522人、2002年に41,411人、2003年には1万510人と減少していった。また、発展途上国では DDT に代わって、パラジオンなどの DDT よりも特性が強いことが判明している農薬が使用されている実態もあった。なお、 パラジオンは日本を含む主な先進国では使用が禁されている。このため2006年よりフーは発展途上国においてマラリア発生のリスクが DDT 使用によるリスクを上回ると考えられる場合、マラリア予防のために DDT を限定的に使用することをめた。フーが主催するマラリア対策プロジェクトの責任者であるコチシン、コチラタ博士は DDT の使用推進論者として議論を呼んでいる。DDT を禁止した結果、多数のマラリア被害者と DDT よりも危険な農薬による多くの被害が発展途上国で発生したと考える人々がおり、アメリカ合衆国などではカーソンを非難する声が今も続いているが、そもそもカーソンはマラリア予防目的の DDT 使用禁止を主張していないし、DDT 禁止のせいで、 マラリアが大発生したとされるスリランカにおいても DDT の使用は禁止されていなかった。カーソンは農薬利用などマラリア予防以外の目的での DDT の利用を禁止することによりマラリア化が DDT への耐性を持つのを遅らせるべきだと主張した。すでにカーソンが沈黙の春内で述べている通り、 DDT に対する体制を獲得したマラリア化も、DDT 散布も数年以内に多数報告されており、DDT の必要以上の散布はむしろ、マラリア撲滅を遠ざけるのだった。このように誤解に基づいて、沈黙の春や、作者のカーソンを批判する人間がいることに対して、ニューヨーク大学のマイケル・ワード、バート・カー両教授らは、カーソンの主張を支持した上で、カーソンへの批判派が、 DDT の安全性の根拠として今も頻繁に引用する DDT を添加した餌を与えられた記事ではそうでない記事よりも卵の孵化率が高まった U1956 年の報告を再検討し批判派が元データに対して恣意的な操作を行っていることを指摘し沈黙の春が環境政策に影響を与えることができた時代には科学と科学者が 一般国民から信頼を得ていたのに対して、そのような信頼が低下した現代ではカーソンに対する科学的根拠を欠いた抽象がはびこるようになったと指摘している。なお、日本を含む主な先進国では根絶活動の成果及び生活環境の変化によって DDT の使用を考慮せざるを得ないほどのマラリア化の蔓延はすでに見られなくなっている。DDT が マラリア根絶に絶大な効果を発揮した例として、イタリアにおける DDT 屋内残留噴霧が挙げられる。この手法は、屋内の大気中に散布することによって屋外から、飛来する媒介者である、浜だらかに直接付着させて、殺虫を図るのではなく、室内設備、特に壁面に、あらかじめ DDT を付着させておくものでや、屋内で人体から吸血し、あぐり血した体重の、 重い浜だらかは、速やかに資金の物陰の壁面に飛び移り、屋外に退去するまでの間ここに止まり、消化管内の血液の余剰物質、特に過剰な水分などの排出を行うことで、軽量化を図る。この間に、壁面の DDT は、虫体が接する足から、浸透吸収されて、DDT 体制浜だらかの出現がなければ容易に、かの致死量に至る。 これによって人を宿主とするマラリア原中の人、ハマダラカ人という感染リンクを切断し、人とハマダラカの生存する生態系全体への殺虫努力によらずとも、環境中の人寄生性、マラリア虫の前言をもたらす。第二次世界大戦終了頃まで、イタリアの大多数の地方に土着マラリアが蔓延していた。イタリアの人口10万人あたり、1905年、 明治38年では974.0人、1945年、昭和20年では900.6人のマラリア患者がいた。中には土着の熱帯熱マラリアが蔓延する地方さえあった。当時、イタリアでマラリアを媒介していた浜田中は、主にアノヘレス・ラブランキー A ・サクロービ A、スパー・アッパイクタスの3種である。A ・ラブランキーは、イタリア中央部。 イタリア南部の海岸地方、シチリア島及びサルジニア島の海抜1000メートル以下の地域に分布し、A サクロービは海岸地方の大半、サルジニア島、アドリア海沿岸の北東の地方に分布し、A スパーパイクタスはイタリア中央部、南部、シチリア島に分布し、それぞれ猛威を振るっていた。1947年、昭和22年にマラリア根絶を目的とした。 DDT 屋内残留噴霧が大々的に始まると、これらの浜だらかは激減し、1950年、昭和25年には、マラリア患者も、イタリアの人口10万人あたり7.5人にまで激減した。1970年、昭和45年11月17日、ついに風はイタリアからのマラリア根絶を宣言した。 それ以来イタリアでは土着マラリアは蔓延していない。1956年に8条、小島のマレー市場中小対策として民家に DDT を噴霧する際にも、イタリアの事例が参考にされた。ブラジルに生息する蜂の一種ユフリーナパープラタは、DDT に対する耐性が強く、そればかりか DDT を好んで集めることが知られている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。